ゲームボーイアドバンスは、ニンテンドーが開発した携帯型ゲーム機。日本では2001年3月21日に発売された。略称は GBA。1989年から発売され続けてきたゲームボーイシリーズにおいて、約12年の時を経て新たに発売された後継機である。専用ソフトのほか、ゲームボーイや ゲームボーイカラー用のソフトを使用することもできる。本機はゲームボーイシリーズとしては最後の製品であり、新機軸を盛り込みつつも10年以上にわたるゲームボーイ開発で得た技術が総結集されている。2003年2月14日には充電式でクラムシェル式になりフロントライト機能が追加され画面が明るくなった上位機種ゲームボーイアドバンス SP が さらに2005年9月13日には横長デザインに戻してかつ小型化しフロントライトからバックライトに変更されたゲームボーイミクロが発売された。2010年にはゲームボーイアドバンス本体ソフトともにすべて生産終了となり2012年には本体の公式修理サポートも終了している。ゲームボーイアドバンスで発売された一部のゲームは Nintendo 3DS。任天堂 Wii U の配信サービスであるバーチャルコンソールで配信されている。任天堂の開発部長であり、ゲームボーイの開発も手掛けた岡田聡氏によって企画された。開発当初はグラフィックをポリゴンで表現することを考えていたが、開発が開始された1990年代後半当時の半導体技術では、3D ゲーム機を携帯型にすることが技術的には可能だが、 コストや性能を考慮すると、ゲーム機としての発売は困難であったため、携帯型 2D ゲーム機として開発された。GBA2 台と5バスプ1台、GC1 台による4人対戦接続本機は、ゲームボーイ、ゲームボーイカラーと比較して4つの特徴を持っている。本体は製造された年により中国製と日本製のものがあり、内部のコンデンサ、コイル、チップなども異なる。 ハードウェアの能力は、同社のスーパーファミコンを大きく上回るもので、疑似 3D 表現を可能とする。そのため、スーパーファミコン用として発売されていたゲームの移植やリメイクも可能になり、実際にスーパーマリオンアドバンス2など多くの移植、リメイク版ゲームが発売されている。液晶画面も応答速度が速くなっており、従来のギガバイト用ソフトも、 画面の残像を排除して遊ぶことが可能となっている。ただし、スーパーファミコンより、表示画素数は若干少なく、XY ボタンに相当するボタンがないため、そのまま移植されたソフトは、本来のゲーム画面の範囲が入りきらず、操作系も完全に再現することはできない。ゲームボーイカラー用とゲームボーイアドバンス用のカートリッジの裏面。アドバンス用のカートリッジには裏面に、 切り欠きがある。ゲームボーイアドバンスとニンテンドー DS のスロット、比較ゲームボーイアドバンス用のカートリッジは、裏面の両側に切り欠きがあり、カートリッジスロット内のスイッチによるカートリッジ識別と CPU 切り替えを行っている。なお、この切り欠きとそれに関する機構は、後にニンテンドー DS やゲームボーイミクロのスロットにゲームボーイシリーズのソフトが、 物理的に入らないようにするためにも用いられた。NOM2000 年9月号も参照のこと。ライセンス商品、ローンチタイトルは、任天堂からは回、ゼロフォーゲームボーイアドバンスや、スーパーマリオアドバンスなど4タイトル、他社からは、悪魔城、ドラキュラサークル・オブ・ザ・ムーミーやミスター・ドリラーニなど26タイトルが発売された。日本国内においては発売タイトル数のピークは、 本体発売翌年の2002年で2006年以降発売の GBA ソフトは DS 発売前より開発が進められていたものやタキシュよりの移植作品がほとんどだった2006年4月20日に発売され40万本を販売したマザーさんが最後のヒット作となり同年8月3日発売のリズム天国がニンテンドー最後の GBA ソフト 2006年11月30日発売のファイナルファンタジー6アドバンスが GBA 最後のソフトとなった。13年にわたってソフトが発売されたゲームボーイと比較すると短命に終わった。一方、日本国外ではその後もソフトが発売された。非公式ながらも通信ポートを利用して PC と接続するケーブルやこれを利用したソフト開発ツールが存在しており、 これらを利用した個人制作のプログラムや同人ゲームの開発も行われている。またユニックスユーザー誌では GCC を利用した GBA アプリケーションの開発方法についての短期連載が行われ、単行本化している。これは、汎用的な CPU である ARM アーキテクチャを採用したことや、実装上有用な命令を本体側に、 実装してあることが一般人による開発を助けていると言える。なお GBA ではかなり早い段階でハードウェアに関する資料が流出していたようで実機が発売される前からエミュレータの開発が進められインターネット上に公開された。ありがとうございます。